完成しました。まず価格面から参りましょう。現在の取引相場価格、まあだいたい5000円以上っていう感じですね。Amazon 最安値で2200円っていうことなので、まあ最安値の2倍ぐらいの金額で購入したっていうことなので、まあちょっとお得感はないのかなっていう感じですね。同じ時期に発売されたセットだとこういったものがあります。まあ当時としてはフォースの覚醒が大ヒットして、ルークの出演も決まっていて、レゴの事前情報からでも AT-AT の完全上位互換の AT-M6 だったり、ファーストオーダーのクルーザー、そしてタイファイターの完全上位互換、まあカイロレンのタイサイレンサーですね、最後のデジャイ、もう公開前胸を躍らせた方が大多数だったと思うんですよね。そしていざ上映されると、まあすごいブーイングの嵐で酷評だらけっていう感じだったんですけど、レゴに関してはかなりどれも素晴らしいのかなっていう感じで、こちらもねレゴに関してはかなりいいっていう感じなんですよね。まずキャノピーシールがたくさん貼っています。でキャノピー取っていくと、ほら2人乗りなんですよね。このセットを購入しないとエピソード8のフィンが付属しないっていうことなので、まあこれを購入するしかなかったっていう感じですね。でこちら側を開くと、短いブラスターだったり爆弾を入れることができて、サイド側にもちょっと仕掛けがあって簡単に外れます。爆弾だったり、まあこれなんだろう、ブラスターなのかなっていうのがあります。そしてエンジン周りもね、ほらすごいかっこいいんですよね。ミニヒグのヘッドパーツの、クリアパーツを使ってるんですよね。しかもブルー、見栄えもめっちゃいいし、部品取りにも結構最適っていう感じになってますね。でエンジン部分を回すと、ほらこんな感じでね、サイドのキャノンがね回転します。さらにそれだけじゃなくて、下の円盤ありますよね、これをちょっと触ると、ほらこんな感じでね弾が2発発射します。そしてこちらにもちょっと亀裂があって、ほら BB-8 が乗ってるんですよね。まあだから3体乗れる、映画のその通りをまあ再現できるようにはなってますね。ただ映画ではね、まあ、ちょこっと映ってたっていうだけなので、まあメインのビークルっていう感じにはちょっと見えなかったっていう感じではありますね。ローズからご紹介になります。アドベンダーカレンダーと付属してたものと、まあほぼ同じような感じになってますね。2フェイスになってます。右と左顔が違うの分かりますかね。これが裏表になっていますね。後ろから見た感じはこのような感じです。アドベンダーカレンダー自体がね、まあ、付属してたものが激安で販売されてたこともあって、まあ、ローズに関しては、まあ、ほとんどレア度ないっていう感じですかね。で今回なんでわざわざこれを購入したかっていうとね、エピソード8のフィンがまあ欲しかったっていう感じですね。このセットを買わないとエピソード8のフィンがね付属しないっていうことだったんですよ。だからもう選択肢、まあ、これしかなかったっていう感じですね。まあ、潜入バージョンのフィンとローズに関してはね、側のない AT-AT のセットで発売はされてます。今回のこのフィンはちゃんとジャケットを着てるフィンになりますね。まあちょっと映画が映画だから、レゴ最後のジェダイもそんなに人気はないとは思うんですけど、まあレゴ自体はね、かなりいいシリーズではあるので、はい、こちらのセットもね、かなり良かったのかなっていうふうに満足はしてます。いかがだったでしょうか。結構ね小さくてねしょぼいのかなとは思ったんですけど、結構作ってみるとね、やっぱりコックピット2人乗りっていうのと BB-8 も乗れるっていうことなので、まあ、機体内部の広さに関しては、ね、そこそこあったのかなっていう感じでした。ギミックもかなり多めだし、まあ今だとちょっとお値段5000円前後っていう感じで、まあ、若干ちょっと高いような気もするんですけど、まあフィンが欲しい方、ローズが欲しい方はいいんじゃないでしょうか。よかったらあなたの意見もコメント欄で書いてください。ご視聴いただきありがとうございます。